その日の朝の6時のニュースを聞きまして、日本がアメリカ戦争に入ったということはもう親やらみんなも言いましたからね。はい、それはもう鮮明に覚えてます。はい、絶対勝つはずやと思ってましたです。 そういう教育を受けてましたからね。はい、もう幼稚園ぐらいから軍国教育が始まってましたですね。新聞やラジオでは上陸してきたらね、国民が一丸となってね、全部駆逐するからね、祖国は大丈夫やと言いましたからね。もうアメリカ軍上がってきたらもう皆殺しにしたと いうふうに思ってました。普通の兵隊はみんな家の前に家族が家側に並んでね、で見送る人がこうずっと町内の人、一応町内にはね、誰々さんが召集で、出征するから何月何日行くから言って、みんな見送ってくれ言ってね、あれが集められてましたからね。僕らはこっち側の家の方に並んでました。立派な仕事してくれよいうふうに祈ってましたな。一番好きなおじやったんでね。召集令が来ませんねん。どないなってんねやて、もう友達みんな来てるで、って言ってな。その明くる日の朝に、憲兵が2人来ましてね。朝ものすごい早うからと、どんどん叩いて。ほんで、開けろー言うて、ほんで、開けて、親父が寝巻き着て起きていって、何ですかって言うたら、何ですかやないわ。貴様、召集令状来たやろ、みたいな、怒りますねんけどな。そらそんなん今まで、日本の歴史上、うちの親父が初めて思いますわ、召集令状紛失した人が。来てないんですわな。それで、うちは来てませんって言ったら、そんなはずない言うて頑張りますねん、憲兵もな。そらそんなん今まで聞いたことないからね。それで、しかし来てないもんはもう仕方ないからね。もう、うちはなんで来えへんやろう思ってね、残念に思ってました。ちゃうからうまいこと言うてました。言うたら、ほんだら憲兵がすぐ区役所行って、区役所の中全部調べ言うてね。ほんだら、これ出てきた言うてね。ほんで、軍から、もう先に決まった人はみんな、輸送船で出たからね、もう福知山の陸軍病院で待機せよ、っちゅうね、命令で。もう暇でね、陸軍病院じゃな、兵隊で、結核で帰ってきたような人だけ入院しとってね、あんまり、うちは内科やからね、外科の先生は割と傷病兵みたいなもん帰ってくるからね、忙しかったもんな、もう昼から暇でずっと、福知山のちょっと山手の方に古い池があってね、船釣りにね、毎日行ってましたわ、暇で。船釣ってない時は由良川で鮎釣りをやってました。13日の夜中の11時頃から朝の3時まで4時間ほどぶっ通しで爆撃ありましたけどね。初めは見てたら、私らの乗ったところは西区で、大阪は北区、南区、東区、西区いうのが一番最初にできた4つの区で、大体真ん中ですね。そこはなかなか来ませんね。ほんで、橋をだーっと爆撃していきます。焼夷弾で爆撃しててね。ほんで、後から来る飛行機が焼けてないところへだん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 できて、焼けて最後に中心部を焼きますね。そらもう、暑いのなんのでね、もう全部火の海ですからね、大阪市内が。東京も一緒やったと思いますけど、あの頃は電信柱がセメントやなかって全部木でしたんでね、全部火の柱になって倒れてきてね、電線は道を塞ぎますしね、そのうちに途中で、焼夷弾に当たったりして死んでしまう、近くに落ちたりして死んでしまう人やら、そういう死体なんかも乗り越えて、で各家の前にこのぐらいの大きさでこのぐらいの深さの防火用水でね、火を防ぐ用水で、いつも焼夷弾をしたらそこからバケツで水かけて消すような訓練ばっかりしましたけどね。そこへ
防光頭巾をつけてボトボトにしてこう来てね、やらんと火つきますからね、ボトボトにしてね、うん、逃げました。で各家にありますから、どこ行ってもそれは焼けませんからね家の前にまだ残っだいぶ残ってましたから、ラップルボールかけて大阪の橋の方へ逃げましたね。北の方から焼けてきましたからね、だんだんどうしても南の方がまだ焼け残ってるとこがあるやろっちゅうので、僕南向かって投げたら、その電車の一つ手前の西平の言うとこからはもう全然空襲受けてません。はい、それからこのこっち向かって逃げたのは正解だったと思いますな。行って病院の前へ着いたんですけど、なんぼ大きな扉ですけどね、叩いても誰も出てきませんね。こんなところで夜中はね越されへんからと思って、もうその塀を僕駆け上がりましてほんだらな、保証がおりましてね、こらーいって怒られてね、こらーって僕叩きましたのに誰も開けてくれへんかったりした、やかましいって怒られましてね、何言うやー言うやな、山本君を呼んでほしいんですが、言ったら分かりました言ってね、いっぺんに呼びに行ってくれましたけどね。ほんで親父が出てきて、至急その福知山の空いてる旅館探してくれてね、その陸軍病院の近所であの家借りて終戦までそこにいましたからね、はい、その前の日の夕刊にはホスタの宣言を受諾するらしいということがちょっと夕刊に書いてあったけど、なんだこっちゃ分からへんかったですけどね。ああ戦争終わったなと思った時ね、うん、国民はあの玉音放送で初めて天皇の声を聞きましたよ。何言ってるかわからんかったです、あの放送の電波の状態が悪いから、うん、もう人によってはもっと頑張れってまだ天皇陛下が言うてはるで言うてね言うてる人もあったぐらいでね、はっきり分からへんかったですけどね。その日の夕刊では完全に日本がポツダム宣言を受諾して戦争終わったっていうのを聞きましたけどね。僕はもう勝つはずだと思ったのにね、おふくろの姉のね主人があの住友に勤めてましてね、でアメリカにだいぶないことおりましたんですよ、住友銀行にね。で戦争始まる前にうまいこと帰ってきてましてね、で始まって半年ぐらいした時ですから、そのおじが来て、正勝君この戦争は負けるよって言いますね。びっくりしましてね、なんというあの何気な日本人やな、こんな人おるかなと思いましたけどね。やっぱり向こう行ってた人は分かるんですわな、アメリカがどんな国か、はい、そんなもん戦争して勝たせないというのは分かるんですわ。それから僕はこんなもう不謹慎なおじいを持って恥ずかしいわと思ってたんですけどね、戦争を負けてから、あやっぱりおじの言うことが正しかったやなと思いましたね、はい。祖父がまたちょっと大阪市内に家買ってくれたんでね、そこでしばらく一緒に生活するようになって、で半年ぐらいしてから親父が内科介護をしましたからね、今の平野区の診療所介護しましたから、みんなそこへ行きました。食べ物はあれ戦争終わった時、日本は1000万菓子が出る言うとったんですけどね、もうユネスコやらあんながみんな助けてくれてね、アメリカからはトウモロコシの粉を容器送ってきました。それは動物の飼料やったらしいですけどね、せやけどあれは割とタンパク質多いですからね、みんな日本人よしちょになったからね、あれを調味料は一切なかったんでね、塩以外はお醤油も砂糖もソースも何もないですからね、あれを水で練ってね塩味でね焼いて食べましたけどね。いっぺん戦争20年8月に終わって、次の年の3月頃にまだその時もみんなあんまりええもん食べるもんなかった時に、アメリカ軍の陸軍のね歩兵の昼食1回分いうのをね、隣組で各家に1個ずつ来まして、どんなんやろう言うて、あれ2つに開いたな、開いたらもう
何から何までデザートで全部ついてましたな。もうびっくりしましたわ。もうそれみんなもったいない思いましたな、食べるのを。それ見た時、もう今や旦那も当たり前の料理ですけどね、いかに大変やったかいうのが分かりますわ。桜クレパスがね、児童が教室で雇ったんです。それずっともう幼稚園の頃から行ってますね。で、小学校4年まで行って、5年6年はちょっと勉強してなんかないで、もう中止になりましたんですけどね。で、それからあとは自分一人でコツコツ書いてましたけど、自分は医者になりたいと思ったことないんでね。せやけど、どこのうちでも親父のな、言うこと聞きますでしょ。親父が、あと次やから勉強せよって言われたから、もう知らないなと思いましたね。このぐらいの昔の背広のあつらえた時に入れる箱あるんですけどね、そのぐらいの箱が表に台の上に乗っとってね、ここのは全部1枚2000円とかね、たこうても5000円とかやつ、そのなんとか安いやつでもないけど、見てたらすごろくが出てきたんです。だからこれ何やと思って初め思いました。なんか上がりっていうか真ん中に書いてあるからね、あっと思ってこっち見たら振り出しと書いてあるんですね。あ、これ昔のすごろくやと思ってね、その絵がものすごく面白いでね、もういっぺんにすごろくを取り込んだ。またその時に今まで持ってた広重やホグセンを売ってしまって、全部すごろくに買いました。